はい、どうもフリッチです。今回もですねキャッスルストーリーやっていきたいと思います。さあ前回ですねこのど真ん中のど真ん中のラインにあるねクリスタルを取りまして、敵はねもう半分よりこっち側に来ていないというね、状況になりましたね。ただこっから先はまだちょっと厳しいので取りながらね、防御を固めながら進めていこうと思いますね。これはこの辺で、ね、敵がね一回降ってきたんでちょっとね警戒しているんですけど、敵より先にちょっと上につけたらつこうかなと。で今こう階段作ってるんですね。あと1段かなでつくので、そしたらですね次これですね橋をかけてで上に登ってって感じですね。つけときましょう。でここにねクリスタルを置くんですけど、どれかな、これだな。最大でこれは何 ?1 ですけど、1か1ならもう早めましょうかね。みんなこれ入っちゃってるんで1にしますね。ここのね鉄とブリームストーン取ってるんですけど、時間なくなるしでね、あと建築は一切進まないんでね、こうしてるおかげでね。でちょここ解禁しましょう。まず君には木を切ってもらい、じゃあ君に破壊してもらおうかな。あ敵だ、よくないよくないよくないよ、ここにいるのは。あ、いや、まずいね。密かに言いましょう。ターゲットされたくないな。大丈夫ですかね。この子もちょっと引いて、お、なんだ、特殊からの特殊か。よくないですね。あ、まずい、狙われてる。あいつも動いた。行って。ちょっと待って待って待って。わ、戦いたくない、こんなところで。こっちはね、防御があるんで勝ちましたけども、これぞ、ここに特にこの子逃がして。回復回復欲しいですね。一回全員引かしましょう。あれ、この子は残して、ダメだな。あれ引かしたんだけどね、ちょっとね特殊2連戦は良くないですね。あー壊されちゃうな。全然回復してないけどいけるかな。これはちょっと食らいすぎですね。アーマーがあいつには関係がないんですよね、きっと。オッケー。あ、でも当たってない当たってない、よし、これは隙だらけですね。いやでも、ね、近づくと、ボロボロのナイトで、よし、回復するとは言ってもね、いやいや、ひで、
よし、いいね。破壊されてないですね。まあ、上には来てないので傾斜で当たらなかったと。2連戦はね、なかなかないですよ。でもここ作りたいな。これも取りたいんだけどね、人数が足りないですね。もう置いちゃうか、スレージ。何でもいいから置いちゃおう。ここでなんか封鎖できないと意味ないですけどね。もう敵上行くなら早く行ってほしいですね。お、繋がったね。ということはここも作り始めるとあるかな。ロープ2個あるかな。あ、これ作れていないということは草がないと。少し取りますかね。これだよね、この辺の。一回戻りましょう。どうしようかな、一人残してるんですけどね、いらないかな。いっそここを通過してくれる方がね、やりやすいっていうね、状況ですね。この石破壊したいんですよ、ちょっと邪魔なんで。破壊する人はまあナイトですね。あと君が軽くの。やっぱね、ツール持ってる作業員の方がね、早く壊せるんですよね。壊す速さで言うと、多分この子の次に敵、で、敵の次にナイトくらいの破壊速度ですね。同時にやるか。お、どうだ？終わりましたね。だいたいもう4秒5秒経ってまだ終わらないと。あの子と同時に始めた場合10秒差くらいで終わりますね。さあでは、ちょっと建築なるはやでね、行きましょう。最速でどうしようかな。まあここにね、普通に敵が来るので、そもそもで、扉をこっちにつけるとして、まだいらないかな。これでですね、まあ、これ超簡易的な拠点にしたいので、歩いていかなかった。あー、まず危な危ない危ない。全員こっち。あー、やられちゃいましたね。ちょっとここの整備がまだ進んでないぞ。全然キャプチャーだけした状況ですね。全然ね、すげえ余ってる。いや、これはちょっと変えていこう。大丈夫かな。でも状況ぐらいですね。ふもと見てないもんね。ふもとでも特殊が来た時に戦いたくないんだよな、こんなとこで。まあ、ですけど見る感じにしますか。置くよね、なんか。あー、置かないところでやろう。極力こっちにいますかね。これなら撃つかな。さあ持ってきてもらって、ここできましたね。家というか、なんか地下牢みたいな、地下牢牢屋みたいな感じですね。ちょっと高いところに窓があって終わりっていうね、感じですけど。
あとはちょっと置くだけだね。2つか、OK。あー、階段足りないか。まあ、ここをね、建築の後で不要になってしまったので、タイミングが違ければね、これも作らなかったですかね。さあ、これでデザインしましょう。これ使ってみようかな、鉄もあるし。よし、形です、形。もちろんやっぱこれですよね。まあ、せっかくなので、まあ、再度こう固めると。で、階段ですけどね、ここにも置いて、ここ追加かな。まあ、低めの場所から敵を一方的に撃つ安全な場所ですね。砦というかもう安全な土台ですね。2人まだ掘ってるね。これできたかな。ロープはできたんで、あとは木の板を敷き詰めていくという段階ですね。ちょ、これも取りたいな。忙しいですね。あ、復活しましたね。よかったよかった。掃除いるかな？取っときますか。これ鉄？なんか鉄を一番前に持ってきますね。まあ扉とかに使うので、戦略的にかな。一個ずつ持ってくるにしてはちょっとね、あんまりいいものじゃないよね。さあ、まだまだここ安全じゃないですね。敵だ。どういう戦いよ。しようよ。ターゲット変えて、ああ来るね。とはいえなんか一人は置いておかないと、ルートなんでね、不安ですね。さあ殴り合う、殴り合う。まあ結構大群ですね。待てよ、大型もいるな。回復モードに切り替えて、君は一回ちょっと引こう。扉は良くないですね。はめられちゃいますよ。危ない。その子も食らっているから、回復していたのに。どうだ、大丈夫か。来て来て来て。いけそうだな。魔法使いおった、アーチャー。この子ちょっと待機。ちょっとこの子一発で死にそうだな。さあ、回復のおかげでね、
まだまだ安定しますね。戦いやすいとこあるね。で、まあ下通ってないかな。波状攻撃されたら終わりですね。なんとかね、生き残りましたけど。ちょっと舞台の位置が良くなかったですね、配置がね。ここ、まあ、さっきこれでやっていてね、死んでるんで。ちょっと、いや、でも行くのも怖いな。万全かな？この子回復すれば万全だね。行ってみるか。取った方がまだいいですね。時間稼ぎにもなるし、取りに行きましょう。ただね、ちょっと大型の場合、ちょっとあんまり位置的に良くないかなと思いますけど、どうかな、来るかな。うわ、良くない良くない良くない。あれ、引いたよね。二人だけ？あれ？臨時点、あの子含まないのか。モードのせいかな。さあ、また良くない状況になりましたね。あんまり言ってくれないな。よし、乱闘モードに切り替えていこう。もう全員防御か。まずいぞ、そこか。いや、よくないな。ちょっとここの戦い全部全然よくないですね。ここに召喚したやつが来てたのかな。ちょっとまずいですね。デッドが増えていく。いや、どうしようかな。もうちょっとそろそろね、一回締めたいですけど、ちょっとこの状況で終わるわけにはいかないですね。安定化をしておきたいな。まずここを置こう。建築に来た子がね、どうしてもやられちゃうんでね、まあ、このゲームの戦ってくれるんですけどね、 AI 的には逃げてくれた方が作業員はね助かるんだけどな、まあ、勇敢ですからね彼らはね。マルシュピクミン的な要素があると。ちょっと言ったのまずったな。そろそろこの通知いつか消してほしいですね。これずっと2人いることは分かってるんですよ。ちょっとね、敵がいてもね、安心しちゃうとこありますよね。上行くなら早く行ってほしいな。逆にあいつらなんか真ん中ら辺にずっといんのかな。こんな長かったっけ。もう4パートくらいずっと掘ってますよね。さすがに着くよね。とりあえずね、こことここに置いて、階段を作ると。石持ってくる子がめったにいるんだけど、どうした ?7 人いて、これかな。
回だけあっち見てこよう。まだかな。お、あ、これ終わってるね。よし、上もね進めれますね。で全員復活しましたね。あとこっち側にもね備えが受けれればいいんですけどね。さあちょっとねコルミスを挽回したいので何かしておきたいな。鉄割りね、かまどいてあげようかな。ここにちょうどね素材両方あるんでね、持ってこないといけないですけど、ちょっと待って、かまどいとくか。ここにこの新しいタスク最優先であればきっと来るでしょうね。さあもう家戻そう。さあこっち側ね、大事なこっち側がちょっと未完成ですけど、大体できましたね。お、いいね。とりあえずこれで封鎖ではないね。まずこの中でのね狭い場所での戦闘を避けるために2段積んで入れなくして、まあ、この辺で戦うというのをまず構築しないといけないですね。ちょっとあとね階段ですけど、こうだな。こうするか。これ土台ですからね。お、さあ、おっとまたやっちゃったな。M とかじゃないか。あいつ気になるな。また危なかったよ。いっぱい来たね。全員様子見ながら破壊されそうですよ。この席戦うことあるんだね。裏で戦闘来てないですね。お、死んだ死んだ。よし、ただ1個破壊されましたね。リペア入れながら次回につなげましょうか。はいはい、まだ、おっと、あれは、あれは行ったな、あれは行きましたね。一人しかいない。ですけど、何、あ、そっか。時間稼いで。よし。壊れる前に防ぎましたね。で、これ一個だけ置いてあるんでね。なんとかこの子の攻撃力より、この、センチネルのおかげで勝ったと。今はね、人死ななかったので、まあ、ちょっと満足ですね。とりあえずここまでにしましょう。ちょっと次回ね、やることが、ちょっと多そうですね。とりあえず、ま、これの、完成と防衛のね、監視ですよ。しつつ、まあ、これ直して、まあ、上行けるんで上に行きたいなと。で、上に行くために、この青ですね。青を広げていきたいなと。同時にはあんまできないと思いますけどね。ちょっと上が、でも最優先かな？これ両方進めるの無理ですよね。まあ上に関してはね、広げてキャプチャー入れちゃえば、とりあえず取れるんで、その後敵がどう動くかを見つつですね。まあここはすぐ敵来るんで、ちゃんと強化していきましょう。